はい、皆さんこんにちは。ご無沙汰しています、サンシャケナです。はい、本日は、初リクエストリーディングをいただきました。ありがとうございます。お題、2ヶ月以内にあなたに訪れるハッピーなこと、超ハッピーなことを取っていきたいと思います。ざっとカード並んでございます。今から、相変わらずぶっつけ本番シャッフル込みでリアルリーディングしていきますので、お時間が最初かかるかと思いますので、下のね、概要欄に、青字で、ABC と、数字が書いてございますので、そこまでまた飛んでいってみてください。でそしてもう一つ、リクエストくださった方が、今までずっと蝶々って撮ってたんですけども、いつも同じ、色を選んでしまうっていうね、のを言われたので、ちょっと選択肢突拍子もなく変えてみようと思って、はい。じゃあ、今日はね、 A の方がバイオリン弾いているエンジェル、そして B の方、こちらも、これリーフですね、リーフ、はい。で、C、 こちらの方キラキラゴールド丸、はい、これでいきますね。はい、では一度ここまでは、エンジェル、クリスタルシルバーマジックヒーリングの音を、聞いていってください。思考は、ストーンと落としてください。はい、4096Hz、展開の扉を開けます。この場の浄化と皆様の浄化、リラックスしながら聞いてください。2回鳴らしますね。はい、カードの浄化も行います。鳴らします。はい、もう一度、はい、はい。そして大天使ミカエルね、守護として大天使ミカエル今ここへ来てください。そして私のハイヤーセルフサーシャも今ここへ来てください。いいカードが出ますように、分かりやすく教えてね。はい、ではシャッフルしていきたいと思います。皆さんと波動を合わせとく。聞こえる？いい音です。はい、ではまず、フェアリータロットオラクルから。はい、ではシャッフルスタート。A さんへ、2ヶ月以内に訪れる超ハッピーなこと。A さんへ、2ヶ月以内に訪れる超ハッピーなこと。これ、1枚。これも言っている。カードはもうすべて浄化してますんで、今日は全部正位置になっている感じです。はい、では次 B さん、 B さん、リーフ選んでくださった B さんに2ヶ月以内に訪れる超ハッピーなことを教えてください。教えてあげてください。ちょっとシャッフル中で、ね、黙るかもしれないけど、
まあね、タイムスタンプというものが下にあるので、そちらでね、先ほども申し上げたんですが、B さんへ2ヶ月以内に、これか、ハッピーなこと、これ3枚でいいみたいですね。はい、はい、では次 C さん教えてあげてください。 C さん2ヶ月以内に訪れるハッピーなこと、楽しいこととか何か感動的なこととか教えてあげてください。これが1枚2枚、これも言ってますね。はい、これはまずフェアリータロットオラクルです。はい、フェアリーデッキ3枚ですね。今日はこれオラクルカードフェアリーですね。まず A さん、これや、はい、B さん2ヶ月以内にね、これ、C さんお願いします。これ、OK、これもなんか気になる。はい、次は、フラワー、はい、A さんにお願いします。教えてあげてください。2ヶ月以内に、起こるハッピーなこと、感動的なこととかお願いします。これか。はい、では次 B さんに、2ヶ月以内に、ハッピーなこと、感動的なこと、楽しいこと教えてあげてください。いつもこれが出るんですけど、これはちょっと違うので伏せます。もうプライベートでもバンバン今の出るっていうね、なぜだろう。C さんですね。 B さんはいいみたいです。 C さんへ、2ヶ月以内にハッピーなことが、どんなハッピーなことが起こるか教えてあげてください。これ、はい、はい、こちらも、ドリームバーチ博士の、フェアリーオラクルカードです。はい、この子もよくここに似てるか、よく出演してくださってる。まず A さんに、2ヶ月以内に起こるハッピーな出来事、感動的な出来事を教えてください。教えてください。展開より愛の、これか、はい、
はい、では次 B さん、2ヶ月以内に B さんにハッピーなこと、感動的なこと、楽しいこと、嬉しいこと教えてあげてください。これはい、では次 C さん、 C さんに、2ヶ月以内に起こるハッピーで楽しくて素敵なこと、感動的なこと教えてあげてください。お願いします。わかりやすく教えてね。これはい、次、マゼンタラブ、はい、A さんに起こる、2ヶ月以内に起こるハッピーなこと教えてあげてください。教えてください。これサクサクといきますね。はい、次 B さんお願いします。 B さんに幸せなハッピーなこと、アドバイス的な感じ、これです。はい、次、C さんにお願いします。ハッピーなこと、 C さんにハッピーなこと、感動的なこと、アドバイス的なこと、これ OK。 久しぶりにというかね、 YouTube では初めて使うんですけど、私が持ってるルノーマルマンカードでなんですけど、これねすごい紙が結構チャッチいんですけど、久しぶりルノルマン、あんまり好きじゃないというか、うん、ちょっとでもこの子全然使ってあげてないんで、すごい手触りは良くて、まあ私読みでいきます。はい、 A さんに、ハッピーなこと、2ヶ月以内に起こる A さんにハッピーなことを教えてあげてください。これ B さん、次 C さん、叩いてないけど何も思わないでください。直感でパパッと弾いてます。はい、では相変わらず最後にこちらラッキーナンバー、ラッキーカラー、一言、日本語の一言が載っているので分かりやすく簡潔に教えてくれるカードを皆さんに引きたいと思います。はい、ではこちらから選択肢、はい、まず、A 選んでくださった方はエンジェルね。で、真ん中 B 選んでくださった方がこのリーフです。はい、では、一番右 C 選んでくださった方が、まん丸ゴールド。はい、これで選択肢 A、B、C 決めてみてください。パッともう直感でね、これこれみたいな、このカードがなんかこれだけなんかこのカードが光って見えるとか、なんか違う、お癖が違うとか、このようピンとくるところで、でまあこちらからでも、はい、 OK ですね。はい、では、ノン編集で最から左 A さん、エンジェル選んでくださった方からリーディングしていきたいと思います。ではこれ B のリーフさんと、これは C の、ゴールドキラキラまるまる、はい、ではお待たせいたしました。
可愛いバイオリン弾いてるエンジェルですを選んでくださった方、わルノルマンとか弾くしすごい、結構ドキドキ久しぶり。はい、ではタロットから、今あなたの置かれている状況だとかそういうの、おお、いきなりすごい、いきなり、ダイヤルかな、ワールド出ました、世界出ました、ザワールド世界10番、いやごめんなさい、ワールドではない、申し訳ない、運命の和です、申し訳ない、運命の和です、運命の和です、訂正いたします、訂正とお詫びを申し上げます。いいな、運命の和、すごい、あーいい、ファイブオブサマー、こういうやつです。一緒に絵もよかったらご覧になってみてくださいね。おお、英語15番、これもダイヤルからです。じゃ全部展開していきます。おお、いいな、シックスオブオータム、はい、こういうカードです。はい、ちょっと私あのタロット読みとちょっと違う、あの霊師とかでもないんですけど、プロ霊能力者とかでもないんですけど、占い師でもないんですけど、何かわからない。あーめっちゃなんかいいな、なんか恋愛もある、恋愛もあるし、結構、うん、ちょっと言っていくわ後で言っていくわとかつって言っていきます。パッと開いた時にこう入ってくる感情、うん、フレンドシップって感じ、友情、友情、恋愛、友情、うん、いいですね、いいエネルギー、かわいい、フェアリー、はい次、あまた、めちゃくちゃ一緒のが出るな、同じカード、本当に引く、愛を広げる。次、ルノルマン、YouTube 初登場のルノルマンカードです。おお、これクロス、うん、ちょっと待って、クロスだったと思う。そうですね、クロスですね、36番クロス、はい、まあ日本語で言ったら、まあ、十字架ですね、はい、私読みでいきますね、解説とは異なりますけど、はい、ルノルマンのクロスってあの正直あの本当は、ね、十字架っていいってね言うんですけど、まあ、私のこの最初買ったこのデッキのルノルマンの十字架はあの脅かすわけじゃないんですけど、あの結構ね、あのなんだっけな、ちょっとあんまり、あんまり良くないカードなんですよ、一般的にルノルマンで。でもちょっと 全体通して私見るんで、これが悪いとかそんなはないんで、ちょっと見ていきたいと思います。少し黙ります、お時間ください。まずこれですよね、一番最初に出た、一番最初に出た、まあこっちから時の流れはっていう感じで撮ったら、今このちょっと前に、結構頑張ってきたとか、お仕事とかいろんなことで頑張ってこられて、
それかなんかもう恋愛とかでもちょっと嫌なことがあったりとか、なんか彼氏のこととか、なんかもういろんなことでちょっとダークモード入ってたの方は、この今動画見てくださったこの瞬間、ここから今から運気が変わりますね。はい、運命は自分で変えてくださいね。あくまでもアドバイスですから。はい、運命の輪出てますんで、どう今日は本当にかなり綺麗にめちゃくちゃ回ってるように私見えます。すっごい髪の毛が長い、わーっとこうロングなロングヘアでサラサラで、大きなパピオン、変化変容のパピオンで、運命の輪がぐる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 、これは誰かが回してくれるんですね。うん、2ヶ月以内にあなたに訪れること、まずキーワードビューティー、まあロマンス、あとフレンドシップね、友達、すっごい可愛いピンクなんですけど、これカメラで見るよりも反対だった、すいません。うん、ちょっとはっきり言って、話が右往左往しますが、ちょっと一泊置いた、ちょっと境界線を置いたフレンドシップ、でもこんなに可愛い綺麗な密度の濃い、お花たちで、すごい綺麗な可愛いピンクじゃないですか。で、ちょっとここに境界線、一線置いてる感じなんですけど、変な意味の境界線ではなくて、すごいいい状態で入れる関係性の仲間たちっていう、それが、持続して、持続しながら、そういう仲間うちのフレンドシップがすごいいい感じで、みんなにワイ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 できるっていう感じの、大人な感じの、大人なんだけどみんな心はフレッシュみたいな感じに見えます。これは、絵柄から本当いくと、でまさになんか言葉違うけど、シャルイダンスみたいな、この方もピンク出てて踊ってて、男性も女性も構わず、まあ舞踏会に、昔で言う舞踏会で行くとか、楽しそうに、男性出会い、まずキーポイント、出会い、新しい出会いがある、こちら恋愛も考えれますね。エゴを手放した、エゴを手放した、もしくは手放してくださいっていうか、これ手放したって思いますね。私こちらの、エンジェル選んでくださった A の方、順番で言ったらこうかな、エゴを手放して、もう不要なもの、今までにないものを、女性と男性で描かれているこの妖精たちが燃やしている。はい、で運命が変わり、でこういう感じになって、こうかな、で、あなたはすごく、自立されると思う。そして、結構なんかこちらの方もまた美容関係、すごいお綺麗な女性がご覧になってくださってる率のが多いか、ちょっとよく、ほぼ、結構女性の率のが高いので、意外に男性の方も私のところを見てくださってて、すごい、男性がご覧になってくださってる場合、すごく綺麗な女性に出会うとか、なんかやっぱロマンスかな、こっちの、エンジェル選んでくださった方、そんな感じがする。結構ラブラブ、ピンクピンク、
男性と女性2人、エゴは手放して、2人で燃やして、もう悪いものが消耗する、もう燃え尽きる、これがもうすんもも燃え燃え燃やしてくれるんですよね。で海へ、ま、回るし、でそう、この方一人でいてても、これとこれ違うカードデッキですけど、一人でいててもすっごいこれとこれすごいリンクしてるんでしょう。すっごい綺麗な女性なんですよね。で一人でこう舞うこと、まあもしかしたらこうダンスされてる方ご覧になってくださってるかもわからない、すごく自分の、それこそ本当にオリジナル性を持ってらっしゃる、すごいいつも私言うんですけど、アーティスティック気質な方、うん、そう本当に、音楽されたり、まあ、舞踏家、舞踊家、絵を描いたりだとか、アーティスト系の、まあ、ヘア、髪の毛の色可愛いし、こっちも美容師さんだとか美容関係モデルさんだとか、なんかすごいスタイルいい、すごい可愛い綺麗な方がご覧になってくださってると思う。でこれはね、銘柄からいきますけど、これキラーンと見せ、こんなお家があってキラーンと妖精が用意してくれて、たくさんの妖精がいててキラ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 したものを持って、昔で言う、これもそうなんですけど、社交的な、この2ヶ月以内に起こること、社交的な、フレンドシップ、ちょっとちゃんと一線を置いた、綺麗、一線を置いてこうね見てご覧になってくださる通り、爽やかな色合いの、言えばエネルギー的に言えば本当爽やか、ピンクで爽やかみたいな、でキャッキャッキャッキャーっていう感じ、声で言ったらジベッとした感じじゃない、雨が降ってうわーっていう感じのエネルギーじゃなくて、私がパッと見た瞬間にこうキャピ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 って、大人であれどキャピキャピ、一線置きながらでもキャピキャピ楽しめれる、でみんなで、こちらの方、1人運気パーンと変わりますよ、ここ来てくださって、このカード、ダイヤルかなで、エゴ、これね、こういうもやし、今なんか頭でもやもやしてることがあったら、フレンドシップのこととか、あの子が嫌だとか、そういうことはもうこの、焼き付けてくださいね、火で一掃して燃やしてください。だから運命のままが回って、でフレンドシップとか新しい出会い、まあロマンスも含め、ニューラブもあるかも分かんないし、なんかときめき、恋愛のときめきとか、恋愛だけではなく何回も申しますけど、新しい素敵なご縁、うん、でなんかパーティーとかそういう結構人数が集まる感じがする、そしてしっかりと、下なんていうかな、土台というかそれももう出来上がってる方で、この女性2人は本当すごくそっくり一緒の人だと思うんです。ね、一人で舞うこともできる、で、まあ、これも蝶だからとりあえず変化も訪れる、ここですね、こことこれがつながって、でねめちゃ私がそうなんですけど、私のこと聞きたくないと思うんですけど、すごいダイエットに成功されるとか、なんか髪の毛病院行っても成功するとか、いい色になるとか、
なんかに女性的なもの、男性がご覧になったら男性、綺麗な女性とさっき言ったように出会うとか、すごい独創性がある、あの知的な、嘘偽りのない本当のナチュラルな綺麗な方っていらっしゃるでしょう。もう生まれ持って綺麗な人、心もあの外見も生まれ持ってあの綺麗な方、生まれ持った才能を持ってる、こう回っているダンサーのようなセンスのいい女性との巡り合い、男性、女性でしたらこういう感じになるっていうね、うん、この羽衣みたいな、羽衣、羽衣でよかったんだかな、うん、すごい気持ちよさそうに踊ってるな感じがします。ちょっとむちゃくちゃだな。まあルノルマ私あんまり好きじゃないから、まあでもクロスで撮ったら、まああとちょっとこれもう一枚もらいます。これ、ああめっちゃいいの出た、うん、OK OK ってフラワー、花出ました、ブーケ、これはめちゃくちゃいいですよ、はい、何かなと思ってこれに対して聞いたので、ルノルマ、そうブーケ花束は見えてるかな、こっちか、カラフルな花束が招かれ、幸福とあらゆる、面での満足を意味します、日常起こり得るすべての、事柄に幸運を約束するカードです、これが、キーカード、まあ、これは幸運の、影響力をあなたは与えれる人で、まあ 強運とか幸福の、まあ、女性も出てますよね、まあ、高貴な感じで、まあ、そうですね、ここもお花出てるし、お花のカードですけど、ちょっとまとめ方が下手、ここにもお花出てますけど、まあこれブーケ出てきたからめちゃくちゃいいですね、クロスとブーケ、こうやってほら男性が、じゃあ女性が男性にお花をあげたり、まあブーケっていうね、言うのはいい、ルノルマンカードではいいカードです、はい、これに対して聞いたカードがこれだったんで、なんかね、とにかくこれも2人出てるんで、フレンドシップ、うん、そして、美しい、変化できる女性なら、新しくお洋服買ったり、なんか気に入ったお洋服が見つかったりだとか、直感も冴えますね。まず運命の輪が、とりあえずエゴはもう捨ててください、燃やしちゃってください、もし今あるならもうないよっていう方は、はい、そんな感じですね。最後ちょっとまとまってないけど、 A 選んでくださったエンジェルの方に、これは違います、ごめんなさい、失礼、これいきます。おう、すごいね、やっぱり恋愛かなとか、友達関係ですね。4番、アスク、グリーンです、色は、信頼、信頼をしてあげてください、ね、このようにね、手を取り合ってダンスして、ちょっとメルヘンなとこ行ってもいいかも。グリーン、アスク、数字は4、エンジェルの、とのつながりがある数字の4で、信頼、トラスト、トラストですね。まあ花束も出てきてるし、うん、すごいいいですね。
はい、よかったです。フレンドシップ、美貌、フレンドシップが関係性が良くなる、あと新しい恋愛、ときめくような片思いでもいい、なんかそういうものがある。そして、みんなでたくさんワイワイこうパーティーみたいなことが起きますね。うん、なんか一緒にみんなで旅行行ったりとか、なんかすごいすがすがしい爽やかで、なんかすごいキャピキャピっていうエネルギーですね。そしてしっとり、すっごい気持ちよさそう、そういうエネルギーを感じました。はい、ということで、ちょっと話ぐちゃぐちゃでしたけど相変わらず。はい、では、エンジェル、選んでくださった方以上です。ちょっとごめんなさい、ぐちゃぐちゃなんて簡潔に話してきませんでしたか。次 B さん、ルナルマンはこうやって中に直しました。はい、次は、リーフ選んでくださった、B さんリーディングしていきたいと思います。2ヶ月以内にあなたに訪れるハッピーなこと、ポン。おお、いい。Ten of Summer、めっちゃいい。おお、ダイヤルかな、めっちゃ低くない私。うん、今日これちょっと違う感じに見えんな。前も出た時 YouTube で。うん。はい。うん、これもよく弾くな。クイーン・オブ・ウィンター、楽しい道へ行くね。高貴な道へ行きますね、こちらの B の方。うん、もうこれも見て、ダイヤルかな、0番フール。うん、いいですね、いいエネルギーですね。こちらの方も、こちらの方結構優雅、こうなんかちょっと高級セレブ、セレブに限らず、セレブがバブルの時代は終わりとか、そういうスピリチュアル界で言われてます。もうそんな云々関係なくして、結構リッチな遊びができると思う。なんかすごいいい、めちゃくちゃいい、私がすごい好きなカード配列。これも2人でね、10ですよ、10 of summer、 ベネチアンで船に乗ってみたいな。はい、ああ、かわいい。この子もフェアリーと、フェアリーカードから、なんか教えてもらうね。なんか A の方にも通ずるんですけど、こちらは、あー、これも本当 YouTube で本当同じカード引くのはなぜだ。このパストライブ、本当は、絵柄ではなく、カードの名称から言えば、過去のパストライフのヒーリング、過去の、経験のヒーリングをしてくださいっていうね。 Forget me not。 はい、うん、これもでシャッフルね、ご覧になってくださってって、私の YouTube ずっと見て、全部見てくださってる方一人ぐらいはいてるかな、いてないかな。めちゃくちゃ引いてるみたいな決意、ちょっとめくっていこう。もうこの間も出ました、これ、ダイヤモンド、ワンランク上を狙う、これが引きが強くなってきたよね。私も何言ってるんだろうって思うと思いますけど、ちょっと全部見ていきます。はい、ルノルマン、おお、怒りだ、 OK、 どっしりと、
そこに、ちょっと見ていきます。出ていきます。もし、お子さんがいらっしゃる、ご家族とかならば、すごく家族円満になられますね。ですごく女性のこちらの2人見ても、女性が結構出て、ね、これ男性出てきてますけど、ね、2ヶ月以内に訪れるハッピーなこと、ワンちゃん飼ったり動物飼ったり、新しい動物たちが来たりとか、何か動物が何か教えてくれたり、なんかね、そして本当にまさにこれ今日むちゃくちゃキラキラ見えるんですけど、ダイヤも出てきてるんですけど、すっごいもう決めたって感じの顔で、すごい今日この雪のとこにすごいね、綺麗な高貴な馬車みたいな、ソリーみたいなに乗って、風車、雪の風車を持って、すごい好きな人、分かった、なんかこちらの方、これはこちらの方も恋愛かな、片思いが実るとか、片思いの方が、恋愛ですね。はい、さらっと言っていきますね。これはすごい恋愛してる人、片思いの人がいてると思う、好きな人がすごいいてると思う、リーフ選んでくださった B の方、その方に対して、すごい決意を持って、すごいこの方もいわゆるビューティー、美に、美意識がすごく高くなって、すごく綺麗くなると思う。女性がご覧になっている体で話してますが、でこれもそう、明るいすごいエネルギー、ゼロ番、ザ・ドリーマー、夢見る少女ですよ。夢見る少女でいられないみたいな、ですごいおしゃれ、おしゃれがなんか入ってきてる、おしゃれ、美的センス、ダイヤの指輪、ワンランク上を狙う、これこのままの言葉の通りとも、ワンランク上を狙ってください。そしたら結構優雅な男性と出会うとか、なんかすごい好きな人ができるんじゃないかな。出会うね、やっぱりね、これも出会う、こっち向いてるしね、これもこっち向いてるんでしょう。本当はタロットから半分左向いてたら過去、右は未来って言うんですけど、これよう見たら全部左向いてるんですよね。でもこれを私が今見て、過去を見て、なんかこう懐かしんでるとか、そうに見えない。今日ある意味どっちかというと右見てるように見える、未来見てるように見える、すごい突き進んでいっているっていう、なんか体力も健康的にも見える、すごい健康にも恵まれそうですね。はい、で怒りをね、どっしり下ろしてるから、まあ船の怒りですよね、怒りをどっしり下ろされてるから、ブレることがない、自分が、これアドバイスで言うとなら、すれば、ブレずにいてください、自分軸ってやつですね、よく言うスピリチュアル用語で言う、自分軸でいてることができるんでしょう、うん、だからゼロとか出てくるし、ダイヤモンドとか、これがすごい綺麗に、すっごい今日めちゃくちゃ綺麗に顔もはっきりと見えて、なんか目的を見つけて、うん、なんか成功されたとか、成功されると思う、それは今頭に思ってることとか、まあ美に成功する、美しいっていうイメージがバッてくるんで、決めてた決意に成功する、これね、すごい決意、向こうの扉から新しい扉へこっちへ向かってきて、これも向かう体勢、同じデッキみたいなの持ってるし、これは雪のデッキ、こっちもデッキ持ってるし、
決意がある。この人も一緒の目してるんです、身力が。その決意が報われるっていう、報われるんです、2ヶ月後に起きるハッピーなことで引いてるから。であなたは本当はね、すごい優しい子なんですよね。子っていうかね、優しい方、男性でも女性でも。これ目に焼けつけておいてください。全部だけど、これも目がすごいね、綺麗よ。ほらちょっとちらっと見てるでしょ、めちゃくちゃ綺麗。これからのダイヤモンド見たらすごいつながるでしょ。ワンランク上を狙っていいんです。これはね、うーん、これもなんか今日の撮り方は、年齢が違えど鳥とかもいてるんですけど、年齢が違えどどんな立場であれどう仲良くなるっていう感じですね。うん、めっちゃいい。これもなんかデートのすんごい綺麗な鳩の、ほら新婚旅行にも見える。なんかロマンスもあるし、もう自由にしてたらいいんですって言ってる。自由にしてたらいいんですよって。じゃあ自由にして、あなたが思う、本当はこういう綺麗なキラキラしたことが本来は好きなはずです。はい、別にねスピリチュアルでそう3次元から 5次元に変わっても考え方古い、まあ、そういう一説ももちろん私もあると思うんです。そういう時代はもう終わりっていうのはあると思うんですけど、ああ全然好きなものを、ね、例えばこういうダイヤモンドが好きとか、ね、あれ、綺麗な服が好きとか、まあ、もちろん別にそれは時代問わず、それが時代終わるよって言ってる一部の、ね、スピリチュアリストの方いると思うけど、うん、別に好きなもの、好きな洋服着て、好きな、綺麗なお化粧をして、うん、なんか女性目線で喋ってますけど、はい、そんな感じです。で、これなんかちょっとね、はい、ちょっと久しぶりにね動画撮るんでね、ちょっと明日1年後からのあなたからっていうのをちゃんとしてのを撮ります。ちゃんとしたなんていうか、これちょっとねアップできるかな、しますけどね、これやわ。はい、これ上からの言葉です。 B さんに行きます。わー、これも私よく弾く、嬉しい。なんかね開けた時明るい、なんか混ぜこぜじゃなかった、ほんと笑うって感じ。色はイエロー、黄色で、数字ラッキーナンバーは3、笑うことが進められてます。アクションとして笑うこと、ボケちゃう、笑うことが起きるっていうことです。はい、笑うことが起きる、なんかもう自由やしねフールやし、うん、何も考えずにこういうイメトレしてたら、こういう綺麗ながいいなって思ったら引き寄せがすごい早いと思う、B の方。だから全然まあ正直そのバブルの時代の考え方も終わりって一部でね、さっき言ったように言われてますけど、別に宝石が好きだったら時計とかもちろん何でもいいし、車が欲しかったらいい高級車かね、買ったらいいと、買えるような感じになるんじゃないかなって思う。なんかキラキラしてる方なんですよ B の方って。うん、なんかオーラがすごい爽やかでキラキラしてる、自由に。で、もともとの本質はやっぱり こういう高貴な方、うん、こっちの方がいいです。路線的にはこっちに進んだ方がいいって感じ。うん、すごい良かった。この色もすごいブルーで綺麗、聡明な知的なね
聡明です。これはいつも見て思う、聡明な知的な、けばしくないような、うん、そういう感じ。これも全部あの品がある、うん、って感じなんでね、素敵だと思う。はい、まあ、その怒りはどっしりとあるので、はい、2ヶ月以内に起きることは、まあ、笑えるし素敵なことだと思います。はい、では2番のリーフの方、ありがとうございました。はい、では次ゴールドキラキラまんまるさんいきます。 C の方、初めて弾いた。プリンス・オブ・オータム、かっこいいな。これ初めて弾きました。うん、もうエネルギー読みでいきますね。下に炎を弾いてる。はい、うん、ファイブ・オブ・ウィンター、なんかクリスマスになんかありそう。さっき言っときますね、言ってすぐ忘れていくんで私リーディングな。とりあえずひとまずクリスマスに、この方、こちらの方結構男性の方がご覧になってくださってるような気がする。うん、すごいダイヤルかな、絶対出るんですよね、ハーミット、うん、これとこれも似てる。インジャー、照らしてる照らしてる、暗闇の中に照らしてる。なんか結構2ヶ月後に、2ヶ月以内に訪れる、あなたに訪れることでしょう。いいんじゃ、ほんとここのリンクしてますよね。ここのこのステッキのデッキの先の炎、まあ、1枚目に出てきたのがこの子、プリンス・オブ・オーダン。ちょっと見ていこう。うん、はい、これも一緒やね、全部リンクしてるな。これ以外ダイヤルかな、ほらデッキの先にほら光ともしてるね。ちょっと解読していきましょう後で。ああ、モチベーション、あ、ごめんなさい、モデレーション、うん、クリスマスって言いましたよね。ちょっと前にこれ友達見てあげた時に、なんか3回ぐらい最近これ出るんですよね、よく。その時にクリスマスって言った記憶があって、先にさっきこれクリスマスって私言って、ちょっとここは一緒のなんか意味がある。これ、次ピュアイントネーション、これね、コスモスの花びらみたいな、ふーって今初めて見た。よく弾きますけど、これもほらボケてるほわーってしますね、見ててほわーってする癒される癒される。なんか親子に見える、これお母さんと娘さん。これめっちゃ弾きます私。なんなんやろこれ。ちょっと、ちょっと待ってください。シアダメッセージオブラブ、これ後で読んでいいですか、解説書。めちゃめちゃ弾くんですこれ。わーすごい、初めて見た。フェアリーのカードからこんなにたくさん、これ絵柄からいきますね、見たい絵柄から。ちょっと先にみんなに見せよう。
ピンと合ってんのかな。ここか。妖精がいっぱい踊ってる、かわいい。踊り狂えってことですね。踊ったなそう。お月さんも満月も出てるし、上見て見てとか、友達みたいなんですけど、ほら満月の夜に唇みたいなも出てて、イエーイワーイみたいな、ヒェーイみたいな、音楽を聴いたりとかして踊ることおすすめられてる。最高ですね。めっちゃいい。この方もめっちゃいいエネルギー。 B、 ごめんなさい、 C の方も誰かが喋りたがってるんですよ、あなたに。ちょ、ここは後で解読します。次またこれは初めて弾きました。ハーブ弾いてる。 Make music、 やっぱミュージック、やっぱミュージックつながってる。なんか3回ぐらいミュージックって言いましたけど、これもう見た通りね、誰がご覧になっても分かると思いますけどね、満月の夜にみんなでめっちゃ焚き火を真ん中にキャンプファイヤーみたいな、イエーイみたいな踊り狂ってて、そしてその裏にはすごい素敵な女性がメイクミュージック奏でてくれている。かっこいい、つながってるな。あ、選ばれし女性、これも YouTube でよく弾くウェディングドレスね。旅立つのですか、あなたは。結婚するのかな。ルノルマンがまたさっきと違う。こっちはブーケ。ちょっと待って、30番、この辺に置いとこう。ブー、さっきのね、あの9番の花束と、これは30、ごめんなさいね、遅くて。あれ、どこだ、魚じゃない。え、あれ、ちょっと待ってね。あ、これ、ゆりって、大変ながらお待たせいたしました。本来なら編集みたいな。リリー、ユリですね。ピンクのユリだよね。ユリは、このカードは幸福で豊かな生活を、象徴しています。このカード、まあ、キーカードとかは明るい、前途が約束されていますということです。はい、明るい前途が約束されている。ユリは、まあ、純粋な、花でもありますよね。純真無垢で幸福が、ルノルマンでは、まあ、約束されている。あなたにはこの2ヶ月以内に幸福が約束されている。そこはとりあえずこれ1枚キーカードでルノルマン取ってるんで、約束されてるからで、ここ出てるのもキングや、スペードのキングがいてますね。はい、安心してください。あなたは誰かに花束をもらうかも。これでもすごいな、これがね。ちょっとタロット1234ちょっと拝見。これね、全部デッキに先に全部同じ炎が、でハーミットもほら忍者、まあ、暗闇を照らす人、
暗闇を照らす人が出現する。で、これなんとなく、これもカップルが向こうでしょう。あなたもしかしたら、もういいやみたいな、ポイって、僕がもう男性で描かれてるんで、僕がか私がかやってきたのに、もういいわって拗ねてるんですよね、顔がねで向こうはこれ妄想かもしれないです。あなたの妄想だけ、これだけ綺麗なあなた、ここから手にこんなキラキラされたすっごい立派なイケメンだし、まあ、女性だったら美人さんだともキラキラしてて、でこっちにカップが行ってて、これが前カノとか前カノ前カレがなんかこう、なんか僕は振られたみたいな、うん、こんなにも仕上げたのに、こんなに綺麗に着飾って僕が手の上から投げたのにって思ってたんだけど、 2ヶ月以内に来ることは、これ全部ランプ灯してくれてるでしょ、これね、ニコって笑って、まあ、まず一つは、まあ、目に見えないこの妖精とかそういうものに守られてると思うんですけど、結局ピュアな気持ちでいてたら、こちらの方は光を灯してくれるんですよね。一人だから暗くなることがないっていう、なんかあると思う。こちらの方、これなんか見たら、シックスオブイン見た、これも決めたぞ、なんかやりだした決意をだんだん振り、下から上にバーンってこう全部上に上がってるじゃないですか。さっきこれ出てきて、一番地べたから今から戦うぞみたいな。でそれを、ハーミット、ちょっと優しいお顔で照らしてあげる、人に照らしてもらえるんだ、そういうことや。でこれもピンクで綺麗な可愛い、だから彼氏とか彼女に光を照らしてもらえるってことかな。そうだ。でなんか婚約とかも待ってるかも分かんない、それは、クリスマスって私さっき言ったと思うんですけど、これねクリスマスって感じするんですよね。これ見てもさっきこっち見てクリスマスと思って、でこれ前回ね、さっき言ったように友人というか見てあげた子にクリスマスになんかあるって、クリスマスですね、近いから冬、ここ冬だしね、ウィンター、頭も冬でしょう。頭の、この男性の頭も。あれ？めっちゃはっきり映った。手からポイって。ちょっと拗ねてるけど。なんか仲直りします、ここら、こちらの方。ミュージック、音楽を聴いて波動を上げてくださいとも言われてるね。みんなで楽しくワイワイすることがある。暗闇は一人になることはあなたはない。もしこういう裏切りみたいなとか寂しいことがあったとしても、例えばね、こういう妄想かもしれないけど、さよならすることがあるようなことがあっても、お相手さんとかは、まあ、恋愛寄りになってるけど光を差してくれてる。全部ね、全部ステッキ持って、シンクロ、まさに、はい、これシンクロは、これはもう偶然ではなく、まあ必然ですよね。でまあミュージックを聴いてこうやってね、うん、これがあなたへのアドバイスかな。なんかでも結婚の、これ読みますね。ちょっとこれちょっとアップになるかな、アップになるかなというか、
水仙、そうこの間も出た、これね本当よく弾くからちょっと読ませていただきますね。まあ、言葉はシェアメッセージオブラブ、はい、水仙、愛のメッセージを分かち合うということですね。やっぱなんとなく恋愛かなっていう感じがしました。今日恋愛系の人が多いな。はい、あなたの中には愛の川が流れています。この川の癒しのエネルギーから多くの人が、恩恵を、受けることでしょう。あなたの唇を通る一つ一つの言葉に気を配りましょうということです。はい、メッセージがあります。自信を持って天使からのメッセージを伝えましょう。次、亡くなった人との体験を分かち合いましょう。はい、次、癒しの才能を伸ばす習い事を始めましょう。はい、4つ目、はい、あなたは神聖な任務をこなすよう導かれていますということで、これもキーワードだっけ、拾っていて、これね、なんか喋りかけてるって感じするんですよね。前も出ましたけどね、なんかね ABC さん、なんか3人ともね2ヶ月後にあなたに起こるハッピーなことって、まあ、ユリも出たし、さっきの方 B の方もバラ出たし、なんか恋愛が共通してるんですよね。ウェディングドレス出てきたり、選ばれし女性ですごくピュアでいてねっていうアドバイスも来てて、これも笑っててねって、無理せず不自然な笑いじゃなくてお料理作って、願えば叶う、それは上から、ね、こうやって上からの守りかもわからない、あなたを守ってくださってる、まあ、フェアリーカードだけど守ってくださってる方かもわかんないけど、あなたの周りに現実に、いてるお友達だとか、にこうやってやっぱ光をね、映ってなかった、全部光くれてるんで、これインプットしておいてください。うん、だから守られるんですよね。光を誰かがあなたに与えてくれるっていう、それも奇跡で、すごいね。音楽聴いてこんな楽しいことが待ってる、羨ましい。なんかまたどっか行ったりとか何かあれば教えてください。最後に白いカードを引きますね。はい、ではこちら C の方へ、上からの言葉を教えてあげてください。2ヶ月以内に来るハッピーなこと、これはい、うん、寛大でいてくださいって、パープル9番、ニュートラルで中立でニュートラルで、寛大で見てくださいって上からの、お言葉です。色はパープル、トップの、第7チャクラの色ですね。宇宙とつながりのあるところ、そこ、頭の思考を寛大にしていてくださいです。はい、よかった。うん、ちょっと久しぶりすぎてグダグダになっちゃったけど、はいね、ちょっと伝えきれなかったから、ちょっとこれは不安だぞ、視聴回数よし。こちらがキラキラ、ここだね、こっちに置こう。
はい、ではむちゃくちゃでしたけど、ちょっとこれから頻繁にあげますね。ぜひ、もし、少しでもちょっとまだまだできてないなって、後でね、見たら、自分で録画見たら、まあ編集もしてないし、むちゃくちゃ話してるのも内容むちゃくちゃだと思うんですけど、ちょっとちょい頑張っていきますので、よければ応援のほどお願いします。ね、甘えるなって声も出て聞こえてきそうなんですけど、とにかくみんながハッピーになったらいいなっていうことで、カード引いてます。はい、そこは本当心を込めて引いてます。伝えるのが下手くそでね、ダメですね。でも肯定的に、考えるっていうことで、ポジティブシンキング、喋れないみたいな、では、展開の扉を開ける、4096Hz、サーシャキャナバージョン、クリスタルシルバーマジックヒーリングの音をかけます。聞いてください。2ヶ月中に来る幸せなこと、はい、もう一度、はい、ありがとうございました。ちょっとグダグダでした。ありがとうございます。すいません。もしよかったらチャンネル登録、今して次してくださったら90人目、90 記念すべき切り番ですよね。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントとお待ちしております。そしていつもご覧になってくださってた方、ありがとうございます。これからもまたちょっとグダグダでしたけど頑張っていきますので、よろしくお願いします。またちょっと精進していきます。はい、では頑張ってというか思い切ってあげます、私は。はい、本当にありがとうございました。ここまでぐだぐだご覧になってくださってありがとうございます。1年後からこの次撮ろうかなと思います。ちょっと考えて。まあ、高次元からっていうのが一番いいんですけど。はい。どうしましょう。これ、バックカード見ましょうか。せっかくなんでね。はい。では、ここから、全体メッセージ。ドン。おお、すごい。22番、今世の課題。マスターナンバー、ツインの数字。はい。はい。これもよく出ますよね、私。YouTube ご覧になってくださってる方。こんなにもあるのにね。はい。マジカルヒーリングですよ。ごめんなさい、ミラクルヒーリング、マジカルじゃない、ミラクルヒーリング、ミラクルなヒーリングが起きる。あなたのもとへなんだかんだと言って帰ってくるっていうね、地球の平和の、映ってない、ちゃんと、かわいい、地球があなたです。平和な象徴、鳩が示してくれる、あなたの元へ帰ってくる。やっぱなんか ABC さん、なんか2ヶ月以内にって思ったけど、なんか恋愛が入ってきた。あ、これもほらすごい、これローダスじゃないの、ローダス、ハスの花、珍しい、ま、めっちゃスピリチュアルな花出てきた。チャクラクリーニングですねチャクラクリーニングしましょう。エネルギーを流していかないといけないですね。自問自答です。はい、ハスの花出てまいりました。会いたくて会いたくて来た、わー、今映ってました、ちゃんと落ちた、このまま絶対これ出るもん、私なんか何
Believe in magic。 絶対っていうほどに近い9割ぐらいで出ます、このカードで。まあ、また出てるっていう、見た、あの見てくれたこう人たちコメントでまた出てるって打ってください。また出てねって、前見た子3回4回目ぐらい、ちゃんと写したい。これもね、A からエネルギーがいくと思うんで、いくと思うんでというか、いくんで、ていうかピンと合って、これに限って合わないのはなぜ？合わせてみせる。合わないんですけど、あんま見てほしくないんかな、妖精やから。とにかくマジックを信じてみてくださいということを言われてます。パープル色は、じゃあ次は、フェアリータロット、唯一のオラクルじゃなくタロットオラクルカード、78枚中の、はい、バックカードドン。うわー、めっちゃ良かった、良かったね。これ恋愛かな、やっぱみんな、おそらく。どういう取り方でも全然平気ちゃらなんですけど、いいんですけれど、胸元からフワーって、セブンオブサマー、虹がウォーって、あなただけって、キラキラキラーって、めっちゃ綺麗なかっこいい子なんですよ。これも、あ、映ってくれないのか。なんでさっき映ってたのにね。まあ、これだけの虹をあなただけに送ってる、うん、恋愛色が多かった。はい、2ヶ月以内に訪れること、はい、マジックが起こったりとか、ミラクルが起こったりとか、ツインレイと出会うっていうことも考えれますね。うん、ロゴタス、なかなか、うん、泥沼の上に咲く花ですよ。すごい強い、すごい美しい花。はい、これをよく出る、これもすごい、あなただけに。結婚される方出てくるかもね。はい、ということでラスト、どうもお付き合いありがとうございました。ここまでご覧になってくださる方いらっしゃるかな。はい、では、90人目指して頑張ります。ではありがとうございました。バイバイ。ありがとう。Believe in magic.